よっしゃよっしゃ。一見何も見えんのよ。で、何がおるんかなって思うんじゃけど、でも、あ、ここコンクリートか。石の中におったりな。あ、カニ。カニがおった。あ、ほんまにほんまに。でけえ。おいしい。あ、剛くんごめん、俺バケツ持っておりんの忘れた。ちょっと鍵を。モクズガニじゃ。でもシロウオは肝心のシロウオが入ってねえよな。ええがそりゃ、カニはそりゃ、カニは美味しいが。美味しいけどこれ、まあ、せっかくじゃけえな。ありがとう。それがねえか。いや、あるある。あ、ねえねえ、一個ねえわ。へえ。カニすぐ逃げるけえな。そうそうそう。今まで何回も逃げとるっけ。それぐらいのカニはよ、カニはよ、取れる。それぐらいのさ。業者さんは取れんよ。でもな、結構おる。ちょっと。で、ここコンクリだけあんまりおらんけど、この辺石や砂が混ざっとんじゃ、そういうところをな、探ったらおるんよ。ほら、入らんね。あ、ボラの稚魚だ。ボラの稚魚が、ボラ。綺麗だな。いつもだったら大体この辺で来れるんだけどな、毎年。まだ登ってきてねえんかな。産卵のためだったかな。よう覚えてねえけど。で、もう餌も何も食べんのよ。海におる間は。それけな。で、まあ、ものすげえ窒素って、透き通っとるし、まあ見た感じ何のために生きたんかないような魚なんよ、ほんまに。もうだってもう全部透明なんや。ほんで脳みそのところに心臓があるんよ。で体はもう透き通って透明で浮き袋が見えるだけ。ほんまにあの、どっちみちあの産卵したらもう終わりなんよ。あ、おった、シロウオおった、見える。やられるじゃろうか、カニに。うん、やられるかな。いやー、ちょっと嬉しいわ。あれ、どこ行った。あ、おったおった。嬉しい嬉しい。おっ、あれ、あ、おったおったおった、やった、2匹目おった。2匹目がおった。やっと2匹目、ようよう2匹目。すんげえ率が悪いけど。
うん、もうすげえ、あの、取れるときはな、一網で4匹も5匹も取れるんじゃけど、よし。まだちょっと時期が早かったのか遅かったのかは分かりませんけど、5匹、いただきます。いただきます。最近元気はいいっすわ。元気がいいです。つかめんな。いただきます。ごちそうさまでした。なんかちょっとパワーがみなぎってくるような。